デジタルの一例マトリックスコードあるいはマトリックスのデジタルとはマトリックスシリーズに登場する緑色で雨が降るような動きで表示されるコンピュータコードである。画面の上から下に落ちてくる緑色のコードは映画の中でマトリックスのバーチャルリアリティ環境における活動を表現するために用いられている。マトリックスシリーズの3本の映画すべてとスピンオフである。 アニマトリックスのエピソードはこの落ちてくるコードの映像で始まる。特にマトリックスらしいシーンと考えられており、スター・ウォーズシリーズにおけるオープニングクロール同様、フランチャイズを象徴するものとなっている。映画ではマトリックスそのものを構成しているコードが頻繁に上から下に落ちてくる緑色の文字として表現されている。このコードはサイモン・ホワイトリーがデザインしたカスタム書体を 使用している。半角かなやら点文字、数字を共像にしたものが雨のように流れてくる。2017年の C ネットのインタビューで、ホワイトリーはこのデザインを日本出身の妻のおかげだと言っており、皆にこれを話すのが好きなのですが、マトリックスコードは日本の寿司のレシピなんですよと述べている。文字が蛍光色の残像を残すため、黒字に緑色で文字が表示される。 旧式のモノクロームモニターに似た効果が出るようになっている。映画に登場するデジタルの先行例としては、1989年に作られたハンガリーの実験的なポップカルチャー映画メテオのコードシーンが存在する。1995年のサイバーパンク映画ゴースト・イン・ザ・シェル広角機動隊はマトリックスに強い影響を与えており、デジタルに似た。 オープニングクレジットが出てくる。映画のマトリックス3部作やゲームザ・マトリックスパス・オブ・ネオのウェブサイトなどで実際に使用されたコードの書体は公式にリリースされていない。このコードを模倣する書体が作られ、多くはスクリーンセーバーなどの形で見ることができる。エクス,スコーリンセーバーにあるデジタルを表現したスメイトリックスという名称のスクリーンセーバーをランダの ミュージシャンであるアルイエン・アンソニー・ルカッセンは、この映画に敬意を表し、2010年に、自らのバンドである、スター・ワンが出した、アルバムビクティムズ・オブ・ザ・モダン・エイジにデジタル・レイン、という曲を収録した。このデジタルに触発され、非公式なマトリックス・スクリーン・セーバーが多数作られた。ありがとうございます。